ハローアースノイド。ザクとジム絶対許さないマンに対するネットの反応をお送りするよ。ラストズダドライバー。終戦まで生き残った二人は、ジマットの主流はゲルググ開発でジオニックに協力してるし、デュバルは二度と帰ってくるなって感じでズダと一緒に軍に送られてきたのかも。第603技術試験隊行きは実質島流しだと思う。技術試験隊は精神病院じゃないのに、やっとまともなのが来たと思ったら一番の問題児だった。ズダの血管は治ってないのに修正した新型みたいな嘘ついてたことは問題だと思う。本意でないにせよ最初に腰痛ヘイムの連中にちゃんと話せ。悪いがズダをズダというジオニック社の回し者の言うことは信用しない主義だ。ズダの悪口を言う奴は誰であろうと殺す。ゴーストファイター計画より、ヨーツンヘイムの方が重要性は下なんだから話すわけにはいかんよ。そこで少佐を責めるのはお門違い。だってズダに欠陥なんてなかったし、爆発したのは卑劣なジオニックの裏工作が原因だし。ズダが爆発したってことしか知らんのだけど、実際のとこどうだったの？どこかで設計ミスとかそんな記述を読んだ記憶があるんだけど。よく勘違いされてるけど、エンジンが爆発するんじゃなくて、踏み込みすぎるとエンジンが止まらなくなって異常振動して、それにズダの脆弱なフレームが耐えきれなくて空中分解した結果爆発するだけだから、問題点は実はエンジンとフレームの2つなんだ。踏み込みすぎたらダメって、それマジモンの欠陥じゃねえか。だがその欠陥克服できてたらワンチャンあったんだろうか。まあ性能は高いからな、コストも高いけど、実際にはジマットとジオニックはゲルググを共同開発するくらい仲良しなので、業者から厄介がられたろうね。ジュバル、ザクトのコンペに負けたけどドムとか採用されたし、ゲルググのつなぎとはいえリックドムも採用されたから、ジマットの商売には特に問題ないのよね。グフ、グフ飛行試験型、グフ試作実験機、ドム試作実験機、プロトタイプドム、ドムという試作機の流れがあるから技術交流あるんよね。まあ実際にジオニック開発部に汚い奴もいるにはいたらしいが。怒らないでくださいね。爆発しなくても、お値段ザクの 1.8 倍の機体が採用されるわけないじゃないですか。津田周りの話はシリアスな笑いの最高峰だと思ってる。最後なんか綺麗な感じでお星になってた少佐。ジムのバカはスピード勝負しなければよかったのか？というか飛び去ったポンコツなんて放置してそこら中に浮いてるジオン兵狩りに戻るべきだった。そっちにもズダがやってきてるから、わしやとも憎の。ズダ回収型には元サッカー選手が乗って、足にサーベルと追加のスラスターついてるそうだが、爆発しないとしてもすげえ扱いにくそうな機体を作ったな。レプスはギャンクリーガーのパーツもつけたズダみたいな化け物だから。ズダのヤバさはフレームの脆弱性ではなく、エンジンの出力を一定以上上げると止められなくなることだからな。作中でもそれは言ってるって。ジムが止まらなかったのは後続にも憎きという敵機がいるため。減速すれば自分がザクをカモ打ちしてきたように、今度は自分が撃たれることになるから、止まれなかったゆえに自壊した。ズダはジムがいなくなったから止まってもいいのに、欠陥によって止めることができないがゆえに自壊した。ジュバルが生きていたらドムはどんな評価だったんだろうね。さすがはティマットの英知を結集して作ったモビルスーツだな。ザクなど足元にも及ばない。すでにティマット社の傑作ドムが大量生産されてて、次にゲンのコンペ生産してる中、少佐はズダに固執してるんだよね。欠陥改善されてないというより、そもそもズダに回すような技術者がいなかったのでは。結論から言うと、陰謀論に染まった男の末路なんだよな。ジュバル、ズダの明確な欠陥を認めずにジオニック社の裏工作だと思い続けた人間の末路。優秀なテストパイロットだったのに惜しいことをしたな。前、レッドゾーンに入らないよう気をつけてください。キャデラック、戦闘中にんなこと気にしてられるか。そら汎用主力機には使えん。レッドゾーンに入らないようにリミッターつけろよ。リミッターかけるならザクでいいし、リミッターなしの高性能機ならより安定したリックドムでいいじゃんってなる。ズダの試験老化してた頃にはすでにリックドムは量産されてるし、本体だけならゲルググも完成してる。それなのにズダズダ言ってたあの人は、リックドムもギャンも知らされてないんだろうなって邪推してしまう。手前たちの評価もその程度しかないってスタンスだよねあれ。
この人軍属でメーカーサイドの人間じゃないよね。なんでそんなズダに肩入れするん。ズダを EMS-04 の頃から作り続けていた人間の一人だし、あとズダだ二度と間違えるな。開発にずっと関わってたからな。同僚が死んだせいじゃね。と思ったが、暴走したズダと設計陣の方にヘイト向けなかったし、その辺は実はどうでもよかったのかも。ジオニック社の連中がかつて使った汚い手をまた使ったに違いない。ジオニックのザクはともかく、ジムまで恨みの対象なのとバッチリすぎる。ズダの悪口言ったからね。なんで普通の造形なのにチンピラみたいに見えるんだろう。落ち着いて聞いてくださいね、デュバル少佐。ティマットはズダの後にドムを作って、正式量産機を勝ち取って、ジオニックと共同開発して、ゲルググを作ってガルバルディはギャンの再設計機なんです。でもそれズダの勝利じゃないですよね。機体の構造強度不足だと発展余剰ねえから、ザク以上にお辛いコースになりそうよね。その問題があったか、ザクは追加装備次第で色々できるってのも量産機としての利点だし。そもそもコンペで性能差見せつけた相手って旧ザクですよね。今のザク2との比較だと性能どうなんだろう。加速力と水力で比較にならないレベルでズダが上で、武装がザク2と同じものを使えるから間違いなくズダの方が強い。ワンミスで暴走して自爆するって致命的欠陥がある限りザク2の方が上だけど。でもその欠陥なくてもザク2ほど発展性ありそうな機体構造じゃなさそう。初期ザクと同期と考えたらとんでもない高性能機なんだが、一年戦争後半まで来るとそれなりに追随してくるやつが出てきてるので、暴走リスクある割にそこまで無理して使わんでもいいよねってなる。速度欲しけりゃリグロあるし。旧ザクにコンペで負けたズダを改良したという大文句だったが、木製エンジンを土製エンジンに換装していません。機体の剛性を改良していません。ということが劇中前に加速曲線の一致という形で暴かれてるという。どれだけズダをアピールしたところでザクでいいしドムでいいしゲルググでいいんだよね。ティマットはズダなんて切り捨ててとっくにドムリックドムに切り替えてるからな。コンペやった結果これじゃあかんわってなってドムが生まれたんだから決してズダ君の存在は無意味ではなかった。ズダ君を改良し続けるのが無駄なんだよね。そのあたり本当にわからない。ザク2よりジムの方が性能上なのは確定だけど、そのジムが自回する速度より速い速度をズダは出せるんだから、ジムが自回してズダが自回しない速度域にリミッターつけて一撃離脱に徹すればジム相手に一方的に戦える性能があるだろうに。またジオニックがズダを貶めようと陰謀を張り巡らせているのか。ズダを量産していればジオンは勝っていた。歴史の真実はなんとたりとも覆せない。ズダを量産していればジオン兵の大半は死んでいたぞ。もしズダが量産されたとしよう、より高機動なズダを作るためズダ高機動試作機を作り、より大惨事に。みんなはどのズダに乗りたいかな。私はこの中からは選ばない。